さ、何の車しか知らないけどさ、ちょっと神長い音のクラクション鳴る車あるなんけ、うん、あそこにさ、犬の鳴き声と思ってさ、超探してんのに、ね、どこですか、神長い音そう、もろかった。いや犬じゃないよって言ってるのに一生懸命探して、どっか後ろの方で聞こえたでしょみたいな、ババじゃないよってことね。風呂入ろ、入ったでしょ、下に入ってくる、ババだね。こっちから行こうか。歩けんの、前を出てるんだ。ボクン、ないね、ちょりちょり、お前このちょりちょり仕返し引きやる、ちょりちょり、ちょりちょり、ちょっと話進むから歩きやすいわ。ほら入った、入ってる、先帰ったばかだって言ってるじゃん。 あ、面白いね。夜もあれがしないと危ないね。まあ、じゃあ、じゃあ今日さ、なんか急に人を歩いてる目の前で急に入りようにしやがった車いてさ、危な、一瞬目くらむじゃん、夜だから、うん、でさ、下ダンサーだったら気づかないよ、ケツまずいかなって、まず切れそうと思って、なんで急につけんでおめえと思って、うん、だからハイビームのまんま通過するのもどうしようと思って、歩行者になるとちょっと落としてくんねえのと思って、ね、結構さあれ、ほんと腹立つんだけど、夜とかいや、ほんと見えなくなるんで、一瞬こっちが、視界が、もうこうやるようにしても最近わざと、はい、マジケツまずいた、びっくりしたわ。ねえねえ、結構さ、はい、ヤフオクのさ、一連落札って気まずいよね。いや、あんま気にしない。気まずかったよ。いや、別に一円で落札すぎるとびっくりした、ええー、と思っちゃう。送料こっちが持たないから別にどうでもよくない。そうだけどさ、でもなんか気まずかった。いや、1円で万が一売れてもいいと思って出してるから気にしないでしょ、普通。ガチャバー、え、絶対これ競り上がるなと思ったらさ、そのまま、あ、あれあれあれ終わっちゃったーみたいな感じ。ゴミだから言わないで。俺は見て見て、山梨行きたい。まだね、なんかさ、わかんないけど、推しの墓行って行きたくなるね、また。あと行きたくないです。うん、行く。あのさ、あんな渓谷なんな、あのさ、あ、いるね、猫ちゃんだね。多分猫じゃない。もう最近下の川のとこいるから、タヌキ。その土下座のやつはよくわかんないけどね。ニュースでね、ニュースっていうか、ヤフーのニュースで、ね、日本人でも土下座させるやつ来るぐらいですね。来たね、ファミリーマートで。土下座を強要するってことは、もうなんか立派な、なんだっけ、脅迫罪だっけ。私がいないときは食事だったみたいだけど、あ、言ってたね、まさかわいそうだよ。で、二人飛びないっていうね、した、うん、びっくりしちゃう、いなくなったんですよね。一旦給食中にそんなことが起きたって。あれ、入れ替わりだっけ。何が、いや、少しいたのか、あなたが戻ってきたとき。誰が、 F 君。あ、いたね、そのときもう夜だったね。よくメンタル続けられたなと思って、俺だったらもうやめてるわ。そんなこと。試験受かったんだっけ。うん、社員で、あの子すごい。試験って難しいか分かんないけど、試験なくちゃ。ちょっと来てもらっていいかな。いいよ、いいよ。ここ遠回りなんじゃねえの。帰りたいや。何か気持ちいいねーだ。風呂なんだから帰りたいんじゃん。おー、これ
ここさ、繋がってると思ったら繋がってないんだよね、これ。繋がってるっけ、これ。そうだよ、繋がってないよね、これ。これ繋がってないんだよね。これ AI メディアさ、これ大津とかいうのなかったじゃん、それ。出た、大津彩香。質問されても、質問わからないんでスルーしていいですかとか言ってちょっと叩かれて。これさ、究極の三択になってんだけど、きつくね。え都知事選よりひどい。あれ、オクピーいなくなったの。でもこれ以上多分増えないでしょ。多分、え、わかんない。オグピーでいいんじゃねえか。ちょっと現場のこと仕事してほしいな。ん？今の師匠も現場のこと仕事してほしいな。あれでしょ？現場ってもマジあれやっちゃダメだと思ってた。切るやつ？伐採？なんだっけ？セリガイ公園か。貴重な鳥がいっぱい集まってるのすごいと思うんだけど。あれ散るって言ってたもんね。うん、500本のもうほとんどなくなる。何そんなに切っちゃうんだろう。蜂出てくるから。作り直す。直せねえだろ、作り。作り直すのは難しいと思うよ。じゃあ美術館を拡張したいんでしょ、広くして。え、あれ。もうちょっと近代的なさ、都心寄りな何か作りたいんでしょ。無駄なんだよ。そんなことないぜ。使うなら、ゴミ袋を下げろ。100円値下げろやって。お風呂入った。お風呂入ったの。体調悪くなるよね、この気温さ。ね、お風呂入ったの。どれがいいメインだ。お風呂入ったの。